ちは。こんにちは。まあこちらへどうぞ。はい。ココボードを買ってきたんだけど、はいはいはい、これを持った感じ、うん、ちょっと重いと、はい、なんか不安だなというところで、はい、補強を増やします。あの一番不安な部分が、はい、ここですね、はい、ここは不安です。やっぱここに刺してるから、うん、木がちょっと斜めになってるってことは、あー、なるほど、ボルト、ボルトじゃない、ビスが斜めに入ってるから折れやすいんじゃなかろうかと、うん、はい、ただ今一番力がかかってるのは、うん、ここ真ん中のこのラインです。これ、はい、これをちょっと浮かせて、この横に張ってる木をこう山なりにしてる感じにしてるんですね。なぜかというとボードを張ったら垂れてくるから、るちょっと計算して2ミリぐらいこれを上げてるってことは、ここに一番力がかかってます、はい、つまりこの柱とこのボルトに対して一番力がかかってるから、まあ大丈夫だとは思うけど、はい、でもここはちょっと不安なので、この列にもこれをつけます。なるほど。こうそしたら、力が、まあ、ここにかかる力がほぼなくなる、うんうんうん、ここと、ここと、うん、もう一個ね、はい、ここにかかって、この一番不安なこの斜めの木は、うん、一番かかんなくなる。なるほど。で、こっち側も、ここに、これみたいに木をこっちにもします。片方でやってたけど不安だから、ここにやるのと、1、2、追加の補強を入れて、はい、安心安全。クラシアの産業ペイントということで、はい、産業ペイント大作戦開始。ちょっと、あ、そっちも使う。ウクライナから、ほんのちょこっと、ほんのちょこっと3センチぐらいあれば、はい、親指1本分、親指1本分、親指ひね3センチ。もうちょっと、うわ、下涼しい。で、ムーさんはそっちの木と同じやつを作って、その反対側につけるやつですね。そう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 、137 ほんと3歩ぐらい歩いたら忘れますね。そんな言いようかな。137 よし、137、完璧。はい、 OK。 こっち側、こっち側もね、だいぶ3センチでいいと思います。親指1本プラス第一関節ぐらい。皆さんはこっちを打ち付け、はい、音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 、こっちの、はい、ミリアンカルチュですね。こんなもんです。おいし。オッケーブ。オッケーブ。これは強いぞ。クリスタルオッケーブ。これは強い。マジで上熱いね。熱い。やばい。熱いの落ちようもんな。上がね、やばい。上断熱もいるから、ちゃんと。ちゃんとあるから、断熱、断熱材もちゃんとあるから、ね、あるし、順番ってものがありますよ。危ない、汗やばい。いい感じだった、キム。はい、あとそこ、ビスで打てば、うん、あ、これちょっと長かったかな。長かった。もうギリギリ。頭の中でね、179、179って思って、そこ来て、170で来た。足りてないんだな、あそこ。短いの出ちゃったね。ちょっと何センチ短いか、9センチ短いです。はい、失礼します。なんか下に降りるたびめっちゃ
ただいつもぼーっとしとるだけじゃ無視しとるわけじゃないぞあれ君にしかできん俺しかできんあの作業君にしかできんあ、はい、キムだけができる作業キム何年できんのキム何年できんの負担が君には大きいかもしれんけど俺ら無能やけんちょっとキムこれは俺しか使えないあなっしょ厳しい厳しい俺にしかできんかそうねそっかよし、君にしかできんとは任せた、うん、カメラも綺麗なとこ撮れるやろあ片一方の手が使えなくなるはい、はい、はい、貸してあげますよあ、ちょっとお借りしますよ貸してくださいちゃんと皆さんもここが終わりなわけですね、うん、これで終わりよし、はい、どっちが上手ですか俺がしますじゃあちょっとお願いし絶対キムが上手こっちに余計なことせんないそうね、そうねそれちょっとごめん手出し余計なことせんから一番上手かキムよし、ご飯食べてこいよそうねこれは上げすぎたかなちょっと待ってなーにほらなあすまやっぱ手出したけんマジでなーにやっとしたセカラシカロだあっおだめさんえもう俺仕事できんかもなんだよなんでやっぱ首にんとか捉えてくれやね俺が悪なったあれおかしいでもまあ、俺が悪くなったって、俺が言うとき仕方なかったじゃあ、どういう処分になってなってますか今の一言以上に、もうキムバ褒めちぎ、今からずっとああ、そうしよう俺、おーいわー最初に当てがるって言うと当てがる当てがるって言うもんね、当てがる当てがるじゃないですね俺は考えつかんもんねはい、胸押し止めてくださいおい、おいがやおい、お前ですかおいがやちゃんとそれやね、胸押さんしかできんなんだろうね、キムちゃんちょっと身が重くなかったもう触れよないよなんで選ぶの当てる目は、あの、キクちゃんの仕事や逆光でほとんど映ってない壁紙がこうサボってならないようにそうです違う、うん、こう止めたビスの鼻のところと、うん、あそこも線張った全部じゃあもう任せて元内装屋さんにだけもしさうまく合わんでこうなっとったとしてもさ綺麗に斜めにすればよかった話、はい、そうです、まあ、多分そうはならんとある程度こう綺麗にやってそれでもこうなるところはもう家庭でねはいなんか電気工事がどうのこうの言ってた人いたけど、うん、あの俺の友達が現場にいたし、はい、俺の友達が外した、はい、いやできたね、うん、これでいよいよ枠完成やね、うん、あとはドアのところか熱いよし四角がないあったそこにあるねそこにあるそば添い取れてや取れる取れる添い取れてや胸押さんジャンプで何のためその身長があるんですかいけるかいないけるいけるおーいいけるいけるいけるいやキャタツだそうよ見当たるとどうしてよし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 気分が届くってしゅっ乗せられたえぇっうわぁ低い嬉しい離れおーいおーうわ機材いったここほらうわああ今のジャンプで
感じになった。今のジャンプでって言って肩箱が回したけん肩がなんかいかれたのかなと思って。足のそのヘルメット買った言うとくで。ジェットヘル、ジェットヘル一本橋の練習してるけん。それ軽いけん難しいっすよ。おおおちゃんと確認しよう。確認してローに入れて、ローじゃねえ、1に入れて。事故だ。戻ってくださいや。片付けますか。はい。さあ始まりました。やっと壁が、壁が張れます。で、補強終わりました。上やっと張れますね。なんかじゃあこっちから張っていく。で、電気、友達の電気屋さんに聞いたけど、うん、この部分は木の中を通してきてほしかった。木ごと穴開けて配線通してほしかった。で、ここ外すのはあの免許いるけんまた来てやってもらう。あとここももう電気屋さんに友達にやってもらってるから自分で外してません。ここはず、あとここについてるのは全然大丈夫です。はい、ちゃんと調べて、調べてやってます。そう、調べてコメントください。直で何でもコメントしないように。はいはい、これやっていきましょう。さあ、じゃあこの辺は1枚もそのままドーンって貼れるのか。まあこっちが後ろやろね。どうあれでも。あ、とくちゃん、石膏ボードってどっちが裏表ある？お、さすが。じゃあ俺は、俺は文字が書いてある方と、こっちがこっちとも。俺は文字が書いてある方。文字が。どっちが内側？メンバー取っちゃ中方。メンバー取っちゃ中。こっちが裏。やっぱり？で、こっちが。メンバー取っちゃ。あ、こっちがこっち、内側ね。表。ほら。表側、ね、表に来る方。ほら。言うとる？圧力。え？言うちゃったのノー？基本で言ってる。俺どっちで言うの？表？表です。あ、メンバー取ってる方ね。取ってる方。で、ここに立てば産むって。はい、そうです。へぇ。このぐらいの広さかな。で、最初。壁紙。言うたろ？え？はよ、バイクば買わんといかんな。綺麗に合わんとこがあるやろな。あれやろね。はい。はーい、はーい、はーい、いや、いよいよやね、石膏ボードなんかあったね、趣味ね。へい、釘の予言者お化けの救急車断熱材入れ忘れてました。本当はスタイルフォームとかいろいろ組み合わせたがいいんだよね。これが内側、この面を室内側、こういうことね。いいですね、胸押し。ボード張りも楽じゃないぜ、マジで。まあ、ちょっと早く終わりたいね。この作業が時間かかりそうね。うん、こっから早かろうって思い言ったけどね。ぴったりせやんけんね。よっしゃ、 OK、 一面完了。せー、壁紙も選ぶの楽しみですな。ですな。忘れてくれるな、お前。そう。うわ、みんな聞いてんやってみよう。いいんじゃね。おお、すごいすごい。ただ部屋感がすごい。木村君、見せてやって。では見せましょうかね。木村君のテクニックマン、やって。さっきん
これ。よーし、これで割れるはずだよ。おぉ、いいもんだよね。はぁ、おぉ、うまい。ナイス。はぁ、あー、すごい。そんな技持っとったら惜しいよ。簡単やったね。持ち上げたらもう割れとって。はぁ、はぁ、はぁ。ピタンコカンカン簡単。お、ピタンコカンカンや。簡単。はっはっはっ。さあ、いけるかな。いけるかな。はい、完璧。もう取ってくださいね。いい、あ、いいよ、もう大丈夫。えい、さあ、今日はここまでにしとくか。そうですね。それでは今日の作業終わります。頑丈した下。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。